こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はスワッグを刺繍してみたいと思います。ちょっと落書きっぽくこういう風に書いてみたんです。これの通りに図案を写して刺繍するのではなくって、ちょっとこれを眺めながら適当に直にここに刺していこうかなって思っています。ちょっと適当に選んだ色があるので、これを使いながら3種類スワッグを刺していこうと思います。黙って刺していくので、どんな感じで刺していっているのかなっていうふうにこう参考にしていただければ幸いです。さあ、それでは始めていきましょう。
はい、どうでしょうか。3種類とも出来上がりました。図案なしでもこうやって割と適当に可愛いスワッグの刺繍できるので、ぜひ試してみてくださいね。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今後の動画制作の励みになりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。爽やかな初夏の季節、楽しんでください。さようなら。